玉ねぎの畝をマルチング外して、土をこのように表面層3センチぐらい取り除いている最中です。雨が降ってきたので今日は作業中止。こちらは畑の北西コーナーです。真ん中は赤クローバー、花が全部咲いてから刈り取って、またここもひまわり畑にする予定です。じゃがいももこのように土を取り除いた後に芽がだいぶ成長してきました。これは白菜の花です。種を取る予定で咲かせております。これはじゃがいもの表層の土を取って土のうに詰めたところです。これは小松菜です。種を取る予定です。